ブルクビントハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバイロイト軍に属する、市場町で、エーブラハ行政共同体を構成する。ブルクビントハイムは、バンベルクの南西、主体がアバルト内に位置する。西のエーブラハ、東のブルクエーブラハの間にあり、ミッドレーレンエーブラハ川が流れる。この町は、公式には11の地区からなる。このうち、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。地名の由来は明らかでない。ウィンドと名乗る人々が入植したということかもしれないし、ベント族の移動の痕跡であるのかもしれない。紋章の跳ねる犬がヒントなのかもしれない。この町は1140年に文献上で初めて言及されている。1278年に騎士のルーデヴィヒ本ンビンデハイムは、 その遺産をエイブラハの首都会修道院に移存した。1363年に皇帝カール4世から市場の開催権を授けられ、これにより主体がアバルトで最も古い市場長となった。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、この町はバイエルンに属した。エイブラハ修道院は、事実上初めて世俗化により帝国直属を、 認められたが、その辞書までは認められなかった。これらは、ビルツブルグの司教本部領や、一部は、トスカーナ大公フェルディナンド三世が得たが、大部分は、バイエルンに泊まった。1972年の市町村再編で、それまで、独立の自治体であったケチュ、ウンターシュタイナ派、および、ウンターバイラーが、ブルクビントハイムに編入された。現在、この町は9つの地区からなる。 ケチュ、カペル、シュラバハ、ウンターシュタイナハ、ミッテルシュタイナハ、オーバーシュタイナハ、ウンターバイラー、オーバーバイラー及びケイリングスドルフである。この地域の人口は、1970年1375人、1987年1350人、2000年1445人であった。町長は、ヨハネス・ポーレンツである。銀次に、 金の王冠と金の首輪をつけた黒い犬が跳躍している。1465年の生体の祭り列の際に起こったホスチアの奇跡はブルクビントハイムを巡礼の地にした。生体剣時代が人の力に夜でも風に押されたのでもなく祭壇に倒れ、ホスチアが地面に落ちた。司災は全てのスタッフを動員したがそれを地面から持ち上げることができなかった。 仕方がないので木製の囲いを作り、ホスチアを守ることにした。エイブラハの修道院が8日間の祈祷の準備をしたところ、ホスチアは再び持ち上がるようになった。これを聞いたエイブラハ修道院は、ホスチアを運び、教区教会へ戻した。この出来事は奇跡とされ、わずか2年後には、すでに聖なる地の礼拝堂が建てられた。1625年に、 泉が湧くと奇跡を強く裏付けるものとして巡礼者の数は増えていった。ありがとうございます。